感愛だけじゃない。ゴートの新プロジェクトが巻き起こす予測不能な未来。音楽の魔法は、時には未知の地平線を求めるアーティストたちを導くことがあります。今回は、ゴートがファンと共に描く冒険の一端に焦点を当て、彼らの芸術的な旅がどれほど多様性と豊かさを紡いできたかに迫ります。ゴートの情熱に触れ、彼らの覚悟と努力が着実に実を結んでいることを感じると、 まるで海外への新たな旅立ちを共有しているかのような気分になります。ファンとアーティストの結びつきは、ただの音楽の範疇を超え、心の共鳴を生み出しているようです。ゴートが他のアーティストとは一線を画すのは、彼らが意図的にラップを英語に翻訳せず、ユニークなアプローチを選んでいる点です。この決断が、意外な形で海外での受け入れを呼び起こしていることは、驚くべきことです。異なる言語で表現された音楽が、 国境を越えてつながりを生むのです。ゴートの音楽は知らない人々にとっても魅力的なものとなっています。例えば、キンプリや他のアーティストに触れたことのない層にとっても、ゴートの楽曲は、おう、遠慮の表情を引き起こすことでしょう。ジャニーズ関連のニュースで国際的に注目を浴び、自らの夢を追い求める姿勢がゴートの楽曲に具現化され、非常に話題になっています。変化は大変なものですが、 彼らの努力と成長を見守りたいと思います。新しい地平線を目指す姿勢に多くのファンが共感し、応援の手を差し伸べています。アイドルになることを見返りにして応援するファンがいるかもしれませんが、コートのファンたちは違います。彼らはアーティストとしての成長を愛し、どんな姿でも愛おしいと感じています。CD を買うことは、単なる物理的な支援ではなく、彼らへの深い愛情の表れなのです。 アーティストとファンの絆は、お互いが尊重し、愛、成長し、会うことで強化されます。アーティストが追求する夢や目標を、ファンが一緒に応援することができることが、真のファンとしてのあり方ではないでしょうか。ナンバー、愛、は、日本のファンを最も大切にしていると述べています。彼らの言葉は、ファンとの特別なつながりを示しています。しかし、ファンとして大切にされることは、自分勝手な期待を抱くことではありません。 アーティストたちが自分たちのやりたいことに真摯に向き合い、ファンがそれを理解し共感することで、特別な結びつきが生まれるのです。アーティストが追い求める夢に共感し、応援することが真のファンのあり方です。彼らが挑戦し、変化する姿勢に感動し、その度に共感するファンたちが、ゴートをずっと支えていくことでしょう。ブれない3人の姿勢に敬意を表し、彼らの未来への期待を胸に、これからも応援し続けましょう。